皆さんこんにちは。オンラインワインスクールビノテラスアシスタント講師の舞先生です。本日のテーマはボルドーの世界遺産、このような流れでお話しします。前回の動画でご紹介したように、赤ワインの一大産地であるボルドー地方、古代ローマ時代から栄えた歴史を感じられる街並みは世界遺産にも登録されています。今日はボルドー地方にある世界遺産を2つご紹介します。意外と試験にも出題される内容ですので、ぜひ一緒に旅するような気持ちで聞いてみてください。出発する前に世界遺産について簡単にご説明します。1972年にユネスコが世界遺産条約を採択しました。建造物や遺跡、文化的な景観、地形や地質など普遍的な価値を持っていて、後世まで守り伝えていくべきだと考えられる形のある不動産を世界遺産として登録しています。日本にも25の世界遺産があります。法隆寺や富士山などが登録されているのは皆さんもご存知の通りです。さあ、ボルドー地方に戻って、まずご紹介する世界遺産はサンテミリオン管轄区です。中世の趣を色濃く残すこの大変美しいサンテミリオンの街並みは1999年に世界遺産に登録されました。ご覧のように石で作られた建物が多く見られます。これらは石灰岩で作られています。中央少し左にそびえ立っているのがモノリス教会です。サンティアゴデコンポステーラの巡礼路の教会の一つであるこちらの教会には、このように石灰岩をくり抜いて作られた聖堂があります。先ほどの写真に戻ると、石造りの街並みの手前に何やら葉っぱがありますね。そうです、こちらはブドウ畑です。このサンテミリオン地区は世界的に有名なワイン産地でもあります。街並みだけではなく、有名なシャトーやそのブドウ畑まで世界遺産に登録されているんです。ワイン産地が世界遺産に登録されたのはこの1999年サンテミリオンが初めてだったそうです。ちなみにこのブドウ畑も先ほどの建物と同じ石灰岩を含む土壌です。ところでボルドー地方にはジロンド川、ガロンヌ川、ドルドーニュ川という3つの川が流れていますが、この川のどちら側の岸にあるワイン産地かというのが重要な考え方です。この地図でいうと、川は左上の海に流れ込んでいるので、その河口を向いていただいて、右側を右岸、左側を左岸と言います。この右岸と左岸にはいろいろな違いがあるのですが、少し長くなってしまうので、詳しくはまた別の動画でお話ししたいと思います。左岸を代表するのが、前回の動画でお話しした五大シャトーのあるメドック地区です。右岸には今ご紹介してきたサンテミリオン地区があり、こちらも高級ワインを作ることで有名です。以上、サンテミリオン管轄区の説明でした。もう一つの世界遺産は月の港ボルドーです。古代ローマ時代から港町として栄えたボルドー市、ガロンヌ川沿いの歴史地区が2007年に世界遺産に登録されています。月の港、なんともロマンチックなネーミングですが、この写真にも見られるように三日月型に湾曲するガロンヌ川に由来しています。川沿いに立ち並ぶ宮殿や凱旋門、ピエール橋などが並んだ様子はまさに壮観です。こちらはサンタンドレ教会です。この先頭は街のどこからでも見つけることができるボルドーのランドマークです。サンテミリオン地区と違って、こちらのボルドー市街ではブドウ畑が世界遺産に登録されているわけではありません。しかしボルドーには世界的なワイン栽培学、醸造学のシンクタンクとも言うべきボルドー大学醸造学部があることや、2016年にオープンしたワインのテーマパークラ・シテルバンがあることから、紛れもないワインに密接に関わる世界遺産と言えます。以上、月の港ボルドーの説明でした。それではビノレットから今日は2問見てみましょう。2007年にボルドー市街地区がユネスコ世界遺産に登録された名称を選んでください。はい、一つずつ選択肢を読んでみます。星の港ボルドー、ブドウの港ボルドー、月の港ボルドー、ワインの港ボルドー、
はい、今日の動画を見てくださった皆さんならすぐにわかると思います。正解は月の港ボルドーでした。三日月型に湾曲したガロンヌ川沿いにあることからそのような名称になりました。次の問題です。サンテミリオン地区の主な土壌を選んでください。はい、今回お話しした世界遺産ともなっているサンテミリオンの街並み、石で作られた建物や岩をくり抜いて作った聖堂があるというお話をしました。さあ、どんな岩だったでしょうか。そうです、石灰岩でした。畑の土壌も共通しているというお話をしましたので、答えは石灰という言葉が入っているこちらになります。ちょっと難しかったかもしれませんが、ぜひサンテミリオンの街並みのイメージで覚えてみてください。いかがでしたでしょうか。今日は美しい風景をたくさん見ることができて癒されました。ちなみにボルドーは牡蠣が有名です。ボルドー近郊のアルカッションという町は牡蠣の名産地、冬は牡蠣の季節なので、まさにクリスマスの今頃にはボルドーでたくさんの牡蠣が食べられているそうです。もしボルドーに訪れることがあれば、ぶどう畑と世界遺産観光、そして牡蠣をたらふく食べてみたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てワインって面白いな、もっと知ってみたいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。取り上げてほしいテーマのリクエストも大歓迎ですので、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。